こんにちは。エポックタイムズの金丸信也です。今日のテーマは2024新春分析中国反乱の可能性政治は危険ゾーンへです。昨年2023年の中国は、恒大集団のデフォルトに象徴される。中国経済の低迷や信号、新前外相や李承、福前、国防省などの突然の解任。また、年末には新しい疫病の流行が発生し。 騒然とした1年でしたどの事柄も決して昨年で終わる問題ではなくどれも中国共産党の構造的な問題であり今年も続きそれどころかますます拡大することが予想されますオーストラリア在住の学者エン・コ教授は大紀元のインタビューに応じ2023年に多発した高官の粛清の動きから中共内部には 反逆心や野心が満ち溢れており今年は政治的に非常に危険な年だと述べました本日はこの話題について皆さんと一緒に見ていきたいと思います本日の構成はこちらです 1. 突発的反乱 2. 習近平の3つの武器 3. 深刻な統治の危機 台湾侵攻はいいつつ以上4つのテーマに沿ってて進めてまいりまりす今日の動画を見終わった頃に皆さんは深刻化する中国政治の危機的状況について深く認識できる情報を得ることになると思いますのでどうか最後まで動画をご覧ください。 中共の政治状況に精通する法学者の袁公表教授は、12月22日、大紀元に対し、中共政権にとって偶発的な出来事は存在しないとし、2024年を通じて中共の防政は独自の政治、経済、文化の論理に従うであろうと述べました。外交面では、自由民主国家から孤立する傾向が強まり、一方でロシア、北朝鮮、イラン、アフガニスタンのタリバンなど、 先制国家・テロ支援国家との戦略的提携を強化すると指摘していますまた中共党内では不穏な空気が漂っているといいます遠教授によると習近平は現在高度な技術を備えた秘密警察・特務機関に頼って政権を維持していますしかし現在中国の官僚の間や私的な場では習近平を嘲笑し 軽蔑することが一般的な現象となっており、党内では党員の怠慢や無関心が増加し続けているといいます。遠教授は次のように述べています。現在、社会の不安定さと民心の動揺だけでなく、政府内の不満が高まっており、突発的な反乱の可能性がある。2024年、習近平は極めて危険な状況に直面している。 遠教授によると、習近平は政権の統治において、公安・国家安全部・中央規律検査委員会という三つの武器を持っているといいます。現在、公安は王将校が率いており、国家安全部は陳一新が管理しています。公安の主な任務は、社会における習近平への反抗や共産党への不満を抑えることです。国家安全部の職務は、 海外及び国内のスパイ活動に対抗することと、もう一つは中共の交換に関する政治的な事件を調査し、これらの交換が習近平に対する不審な行動をとっていないか、監視することだと言います。中央規律検査委員会は、中共の全官僚の政治的及び経済的な問題を監視しています。最近、習近平の覚えもめでたく、特に目立っているのは、国家安全部長の 陳一新だと言います海外ビジネスマンを大いに震え上がらせている改正反スパイ法の施行後国家安全部は外資系企業の従業員を逮捕するだけでなく経済安全に関する声明を頻繁に発表し国家安全機関が国家の金融分野の安全を脅かす犯罪を監視し取り締まるべきだと宣言しています。遠教授によると 国家安全部がこのような行動をとるのは公安部が経済領域でもともと持っていた一部の統治に介入していることを意味するといいます。この点から陳一新の野心が非常に大きいことが分かり公安部と国家安全部すなわち王将校と陳一新の間には激しい権力闘争が存在することが明らかだと述べています。 2023年に注目された事件として信号前外相と李正福前国防省の解任やロケット軍の粛清があります公式情報は未だ不透明なままです最近外国メディアやネット上でさまざまな情報が流れ信号や流覚が粛清されたという噂も流れています遠教授はこれらは役に立たないゴシップに過ぎないが 習近平が大きな危機に直面していることを示唆していると言います遠教授は次のように述べています習近平は突然自分が裏切り者に囲まれていることに気づいた自分の信頼する側近が実際には裏切り者であったことが現在彼が直面している最大の危機だ習近平にとって信号は 突如裏切り者に変わったそしてロケット軍幹部や信号の取り調べを通じて裏切り者の範囲が次第に広がり李承福や戦略支援部隊の指導層さらにはロケット軍や国防部と関係する軍事企業の幹部にまで及んでいることが分かった。遠教授によると 現在、信号は依然として調べられている最中で、李昌福も同様である。さらに、調査の範囲は外交系統にまで拡大しているといいます。円公表教授によれば、2024年に中国経済がさらに大規模に下落するのは避けられない傾向であり、失業の波が高まり、 生活問題が深刻化しているといいます中共の幹部たちは習近平への不満を抱き何もせず横になる東平というサポタージュサボりの体制をとっているため中共の政治システムの運営効率は低下の一途をたどっています一方でこうした国内危機が深まる中習近平が台湾に対して危険を犯す可能性は高まっています 最近のアメリカのバイデン大統領との会談では習近平は台湾攻撃の予定や計画を否定し誰も私にそんなことを言ったことはないと述べていますが習近平は台湾統一に固執しています。遠教授の指摘によると習近平はいわゆる台湾問題に関する決断については他人の提案を必要としておらず完全に自身の判断で行っていると言います。 遠教授は今年2024年に習近平自身の危機が深刻化すると予測しておりその結果として2025年つまりアメリカの大統領選挙後に台湾海峡で戦争を起こす可能性が非常に高いと分析しています。遠教授によれば習近平とその側近は2024年秋のアメリカ大統領選挙が再びアメリカを混乱させ 分断し台湾海峡の情勢に対するアメリカの関心と影響力を弱めると考えていると述べていますそして最後に遠教授は次のように述べました台湾社会は平和主義の幻想を捨てるべきだ中共は台湾における全ての国家危機の主要なあるいは唯一の源泉である中共は台湾の選挙に全面的に介入しているが私は台湾の 自由民主制度が中共による選挙介入の陰謀を打ち破ることを信じていると述べました皆さんはどう思いますか台湾の選挙は1月14日ですもうすぐですね中共の選挙介入を打ち破ることができるのかどうか見守っていきましょうそして日本への介入も当然行われていると見るべきではないでしょうか本日の動画は以上です 時に、皆さんはお粥を食べますか。私は昨夜、遅い夕食をとりましたが、あまり時間もなかったので、野菜が入ったお粥をささっといただきました。不規則な時間の食事でも、お粥なら一口食べてさらに食が進みます。体に優しい感じがして、とても良いと思います。私がお粥にはまったのは、90年代の初めに、 中国各地によく出張に行っていたのですがその時にホテルの朝食に必ずお粥がありましてそこからお粥に目覚めました今日ご紹介したいのは同じくお粥文化を誇る台湾のインンスタントお粥です厳選した素材豊富な野菜と穀物を使った一品は食物繊維がたっぷりとろりとした食感とシンプルな味付けは 心も体もホッとするような優しい味わいです1食110キロカロリーから130キロカロリーと低カロリー小腹が空いた時や夜食にもおすすめですもちろん人工着色料保存料は一切使っていませんパウチタイプで持ち運びも便利お湯をかけてよく混ぜた後5分待つだけその日の気分に合わせてお好みの味を楽しめる バラエティ豊富な台湾粥のセットです。味は3種類。1つ目は長芋・野菜おかゆ。長芋のとろみと玄米、大紡ぎのもちもち食感が楽しめるおかゆです。2つ目は野菜のおかゆ。台湾産ごぼうをベースに、さつまいも、しいたけ、豆腐ピー、人参、きくらげなど、 七種類の野菜をふんだんに使った田園風のお粥です。三つ目は里芋きのこ粥。厳選した台湾産の里芋しいたけ。エリンギの旨みを生かした台湾の伝統的なお粥です。これら三種類のお粥がそれぞれ九食ずつ入っていて。合計二十七食分入ったお得でおいしい。 台湾が言バラエティセットです。お値段は税込み5,500円、送料は無料です。ご注文はいつものネットショップ、ブライトモールか、メール、ファックスで受け付けております。お支払い方法は、ネットショップの場合は、クレジットカード、銀行振込、佐川急便の代金引き換えがご利用いただけます。メール、ファックスの場合は、佐川急便の 代金引き換えでお支払いいただけます詳しくは概要欄をご覧くださいそれでは本日は以上ですまた次回お会いしましょう最高峰の舞台究極の美圧倒的迫力時を超えた輝き 心に響く感動悠久の文明にいざなう夢の旅へチケット購入は「ンユンで検索。